おはようございまっちょ、フォルテです。本日は僕的おすすめストリートピアノをいくつかご紹介していきたいなと思いまっちょ。まず僕のご紹介なんですけども、クラシックピアノをメインで発信しており、今まで10カ所以上ストリートピアノに回ってきました。そして動画も20本以上出しております。というわけで僕のおすすめストリートピアノを紹介していきたいなと思いまっちょ。まずストリートピアノとは何でしょうか。何でしょうかね。ストリートピアノとは何でしょうかって言われたら困るんですけども、街にピアノを設置されて、誰でも好きな時に簡単にヤッホーってピアノが弾ける場所のことです。まあ多分もうちょっと詳しく書いてあるのがネットにあるので調べてみてください。てなわけで、僕はいくつかのストリートピアノにたくさん行ってきたんですけども、まずストリートピアノは誰でも簡単に弾きます。誰でもです。では早速話していきましょう。僕のおすすめ一つ目は都庁ピアノです。言わずと知れたバズり散らかしたあの都庁ピアノ、いろんな YouTuber、 ストリートピアノ YouTuber は絶対に通る道、都庁ピアノ。これは4月ぐらいにオープンをし、僕は初日に行きました。その時の利用客は全然いなく、海外の観光客もそこまでいませんでした。普通です。しかし YouTube で都庁ピアノがバズり散らかし始めました。もういろんな人がわっしょいわっしょいで動画上げ始めまして、 YouTuber ピアノ、ストリートピアノと調べたら第1番ぐらい出てくるのがもう都庁ピアノです。なぜここまで発展したのかということについて話すと、まずロケーションが素晴らしい。もう新宿駅から近く歩いても行きます。ものすごく他のストリートピアノとは違って、施設の中にあるため、きちんと整備されております。ちゃんとね、タイムウォッチの方もいらっしゃり、その方がちゃんと順番を守るように一人5分以内で演奏してくださいと監視してくれてます。他のストリートピアノではやっぱりね、時々やっぱり一人1時間とかずっと弾いてしまったりとかしてしまう方がまだいるそうです。まあ僕はまだその方に会ったことないんですけども、なんかツイッターとかではよく話題になってます。都庁ピアノではそういう問題が起こらないためにきちんと管理してくれる方がいます。素晴らしいですね。そして何がそんなにいいのかというと、やっぱド派手なピアノ、黄色と黒のキリンさんみたいな感じのね、あんな派手散らかしたピアノはなかなかないです。まあ僕はあのピアノ結構弾いたんですけども、下手くそだった時から、まあ、得意曲からいろんな曲を弾いてきました。で、何がそんなに良かったかというと、弾きやすいんですよ。グランドピアノでちゃんと整備されてることもあって、結構音もちゃんとなって弾きやすかったです。海外の方がとても多かったので、結構その音楽に対して受け入れてくれる方が多くて、ホーブラッパーみたいな感じで結構言ってくれる方も多かったので、どんな方でも弾いても楽しめる場所かなと思います。しかし一つ問題点があります。弾くとすぐ音が響くので、ものすごくたくさんの人が集まってきます。緊張します。止まっちゃいます。間違えちゃいます。そういう心配がたくさん出てきます。いいんです。それでいいんですよ。全然間違えたこと、ミスしたことを気にしないでください。なぜならば、まずストリートピアノってまず無料で弾けるじゃないですか。で、無料で弾いて、しかも集まってきて文句を言う、おかしな話なんですよ。自由に誰でも弾けるからストリートピアノっていうこともあるから、ここまで発展したっていうのもあるので、全然ミスを気にしないでください。僕もね、よくこういうコメントが来ました。税金で調律されてるピアノなんだからちゃんと弾け、ボケ、下手くそとか結構来たんですけど、気にしないでください。僕は全く気にしないです。なぜならば、誰でも自由に5分以内だったら弾いてもいいっていうのが都庁ピアノだからです。ですので、皆さんにもたくさんピアノ始めたよとか、ピアノ習い始めたよ、ピアノ趣味です、最近弾ける曲出てきますよとかいう方にはね、ぜひとも都庁ピアノまず最初に行ってもらいたいなと思いますよ。もちろんそれはね、文句を言うなって言われても言いたい人もわかるんですよ。まあやっぱライブとかだったらやっぱチケットを払って行くってこともあるから、そういうちゃんとした音楽が聴きたいっていう方はもちろんそっちのコンサートとかホールに行ってください。雑音もなく美しい音で調律されたピアノ、そしていいピアノ弾けますよ。ストリートピアノでは絶対にこんな文句を言ってはダメです。雑音がうるさい、雑音がもったいない、それがストリートピアノです。だからみんな気にせず、たくさんネットに投稿したりとか、自分のカメラに収めて何回も見て楽しめるようにしましょう。僕が一番おすすめだと思ったのは都庁ピアノです。そして二つ目のおすすめだったストリートピアノは
岡山県の岡山駅に前設置されたストリートピアノです。これは岡山駅の地下の道に設置されたんですけども、ロケーションが良かったんですよ。商業施設、いわゆるカフェとかのね、たくさんあるところから少し外れた道のところにあって、しかも音がすごく響くんですよ。そしてそこの通りっていうのは、音がたくさん出てても、多分他の店の営業中にそこまで支障がないような感じの場所に置いてあったので、素晴らしかったなと思ったので、ぜひとも岡山県のスタッフさん、復活させてください。岡山駅地下、また行きたいです。ちゃんと整備もされていたため、楽しく弾くことができました。ピアノの絵柄も可愛かったんですよ。アップライトピアノにたくさんの果物とかいろんなの書いてあって、で、ロゴに岡山ハッピーって書かれてあって、とっても可愛かったので、皆さんまた岡山駅地下のストリートピアノが復活することを願いましょう。そして、三つ目におすすめのストリートピアノは神戸ですね。もう神戸全部で行きましょう。なぜそんなに神戸がおすすめかというと、ストリートピアノ旅行とかをね、したい方は、まず神戸に行ってみてください。すると何箇所もストリートピアノがあります。一個の県に行っただけなのにものすごくストリートピアノを楽しむことができます。そのいろんなストリートピアノの場所ごとに、まあ名物の食べ物とか名物のものがあるので、それを楽しみながら、ストリートピアノ巡りをすると楽しいと思います。もし、ストリートピアノデビューをしたいっていうところだったら、やっぱまだ緊張するっていうのもいらっしゃると思うので、僕ももちろん緊張します。ですので、人気の少ないストリートピアノ箇所に行ってみるのがおすすめです。例えば、岡山だったら、岡山のイコットニコットっていうところの平日の昼間とかだったら、ストリートピアノの周りにはあんまり集まらないです。ですので、まずそういうところから少しずつ楽しんでみると、ストリートピアノが少しでも好きになるかなと思いました。ストリートピアノを今後やっていく上で、気をつける点、注意点とか話していきたいなと思います。常に周りが誰かがいると思って、弾きたい人がいるかもしれないなと思って弾きましょう。まあ、僕もね、それは気をつけてはいるんですけども、周りの人が弾きたい人がいないかとか、やっぱね、僕みたいに県外から来たりとか弾きに行ったりとかする人とかも、いらっしゃると思うので、まあ僕は別に待たせてくれてもいいんですけども、他の方が県外からわざわざ来たのに、ずっと前の方が弾いてて弾けなかったっていうね、こととか結構あったらしいので、まあそういうのをね、見渡しながら楽しみましょう。別に弾くなとかじゃなくて、もちろんね、誰もいない時はずっと弾いてもいいんですけども、周りが待ってる人がいないかとか確認しながら楽しんでみるといいかもしれません。最後に都庁ピアノのおすすめ一つだけ言わせていただくと、言うの忘れたんですけども、都庁ピアノは、上手な人とか、あとは結構有名な人が結構たくさん来ちゃいます。ですので、聞きに行く、楽しみに行くっていう面でもおすすめなので、もしかしたら運が良かったらね、有名な YouTuber とかに会えると思うので、それも含めて、聞きに行く分には都庁ピアノがおすすめかなと思います。ですのでみんな気にせずガンガンミスしてガンガン楽しんで音楽をぶち盛り上げていきましょう。でね、ピアノ全くやったことないっていう人とかでもね、もうピアノをね、触りに行ってみてください。これで。こんなんでもいいです。これはダメやけど、このぐらいだったら全然いいので、ピアノを触ってみてください。ピアノはね、他の楽器と違って触るだけで音が出るので、すぐ楽しめるものかなと思います。皆さん、気にせず楽しんでみてください。もしかしたら僕と遭遇しちゃうかも。その時はね、全然フォルテ君って言ってくれたらおはようございますってやりますので、皆さんぜひとも話しかけてみてください。僕はストリートピアノで演奏する際は、まあ、テレビの撮影とか OK な時以外は絶対に告知はしません。なぜならばなんか嫌だからです。なんか伝説のポケモンでありたいんですよ。時々奇跡的に巡り合えるみたいな感じ、嘘です。なんかね、自分の影響力は思った以上にあるらしくて、まあ、パニックになる可能性もあるかなと、まあ、自意識過剰なんですけども、その可能性が少しでもあるならば僕はこうなりたくないので。以上、僕的おすすめストリートピアノたちでした。そんな感じで今日はフォルテ風おしゃべりムキムキピアンビーの何言ったか分からんけど、ここまで見てくれてありがとうございます。それではグーバイ、元気でね。ストリートピアノで待ってるよ。ピース。見てくれてありがとね。よければグッドボスしてて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。